はいどうも、楽しい美味しい時間ですよ、おやつの時間ですよ。今日はね、これです。はい、この間っても結構前ですね。これバームクーヘンですよ、バームクーヘン。森の、あれ、なんか飛んだ、どっから飛んだ、間から飛んだのか。そうこの間もらってとっても美味しかったので、僕はパーキングで買いました。同じやつじゃないです。今度はあっちの方、ハードの方です。ハードの方、前いただいたのこれ、入れ物もね、これソフト普通のやつの方だったんです。でそれが美味しくて、これハードの方も食べたいねって話をして、今回は僕はこれですよ。これほら、ちょっと待ってくださいね。いただきます。黒糖です。美味しいね。ほら、こうなってて、前はこっちで、今回はこっちの方です。こっちの方、沖縄黒糖を使用してるらしいです。美味しいね。本当甘いものも好きなんですよ、僕は。バームクーヘンも好きだね、本当に。確かにこれ外はサクッとしていて、中はふわっとしていて、こっちがウルスタイン系、こっちが多分ね、こっちがジャージー系、ジャージー州ですというふうに書いてありましたので、パーキングとかさ、寄ると買っちゃうよね。本当に買っちゃう。美味しいね、やっぱり牛乳美味しいね。美味しい。贅沢ですよ、丸ごとですから。そしてこのちょっと高級な牛乳ですから、これ黒糖しすぎてなくて、バームクーヘンです。黒糖してても僕はきっと好きなんでしょうけど、これは違うね。本当に美味しい。ただこれ系の食べ物は、こう喋りながら食べること
ことがなかなか難しいです。口の中に残ってますから、なかなか口開けて喋れないですからね。美味しかった。でこれも買っちゃったわけですよ、僕は。これも買っちゃったの。でこれはあの冷凍しといたら持ちますよって書いてあったんで、冷凍しといてもうずっと後に食べようと思ったんだけど、もう今日ね、今日は贅沢にして日にしちゃおうかしらね、今日はってことになりまして、もう今日両方とも食べちゃいます。これももうどうしても美味しそうで美味しそうで買わずにはいられなかった、我慢できなかったです。どう、開かないの、開かないのかい。開いたね、はい。あら厳重に、はい。また蓋ですか、どうやって開けるんですか。おー、おいし、これちょっと待ってよ冷凍したからね、なんかこれ解凍するの、自然解凍的なことしなきゃいけないやつですか。こんな風に入ってます、こんな風に自然解凍しなきゃいけないのかな、これは。ああ、開いた開いた。ああ、こうやってパカッと開くわ、すごいすごい、パカッと開きます。横から見たらね、こうこっちから見たらこう、僕より先に見たね今ね。じゃあちょっとこのまま、ちょっと食べてみようか。はい、いただきます。これは解凍これ解凍するのかな、これは自然解凍するのかな。硬いな、硬いこれ自然解凍しなきゃ食べれないやつですか、これは。そうかな、これ。まあ大丈夫でしょう。ちょっとかなり手強いです。冷たい。うん、うん、あー、美味しい美味しい美味しいね美味しいんだけど、これ硬いね。怖い。解凍すんのかい、これ。書いてないな、書いてないな。でもこれはもう間違いなくそうでしょう。これは間違いなく、ちょっと解凍してから食べる。ちょっと解凍してから食べなきゃダメです、これ。ごめんなさい、こんだけ頑張ってかじりましたけど、すごい美味しい予感はします。ちょっとだけ口の中に入ったものは美味しい、美味しかったです。これは解凍して、もう僕勝手に一人で食べますね。美味しかったです。ごちそうさまでした。